迎收看这个礼拜日晚上，礼拜五早凌晨的直播。这个现在是期待中日版虎乐上市，这个数位版的关系，所以马上就可以玩得到。那我们就来玩看好了，期待到底有多屌。四代其实期待其实之前就做的还算不错了，试玩版玩一下，但是实际上游戏是怎样，干真的不知道。呵，看我接。游戏难度干，经典 ，classic。好，一级好了。Default type。Classic。国建安，花枝 S 说阿克非常期待这款吗？我期待吗？我是还好哎，对啊，就还不错玩的感觉。老实说了，我期待其实 CS1 时代我没有把它破台，后来 Remake 我有买，我也没有把它玩破台，所以对我来讲这是新游戏。杀之！哦，这个就不一定了。之前太中山十五代，我又把它破台了。所以这是太七的话，我觉得，看看啦。那强片真的太多了，这几个月四五六好像都有不错的片出啊。这个宝。其实啊，有很多像我的朋友啊，都针对整个游戏里面变成动作游戏，他们觉得比较失望啊。他们比较像太十三那种 ATB 回合制，那种比较策略性的那种的嘛。回合制的 RPG 他们会比较喜欢，对吧？所以变成动作游戏其实没有不好，但是就失去了那个味道，你知道吗？对。立下划线 ，KT 说 ：“Hello。”KT 晚安。还有这个join上。调节血压功能说很不习惯。对，有人玩的会不太习惯。说，我以前玩 RPG 几乎都没破关，就是因为日文问题。现在中文化了，有兴趣的就会玩。对。现在中文化一堆啊，是不是？我最期待2077跟最后生还者二都延了，我超失望。对，而且他还延，我不知道是什么时候会发呢。我还是比较希望是旧的那种战斗模式。对，对，新的动作游戏其实动作起来砍级的东西也做得不错了，也是有新感觉。能说真的比较希望旧的战斗模式。对，蛮多都喜欢旧战斗模式的，对啊，有一些。这个以前有做开发游戏的一些同好，很多人觉得啊是不错啦，但是总觉得那个味道就可惜了。这样，他应该有个 ATT 模式让玩家选择。对啊，但我个人是觉得动作游戏是 OK 的，打起来比较顺，比较流畅一点。RPG 有时候要看数值练等，这个练等应该不会太苛刻，而且它有分难易度。对呀、啊，现在妈连 Nintendo Switch 都缺货，还要买瓦斯炉送才送 Switch。对呀、啊，应该说买 Switch 送瓦斯炉，很多，之后可能恶搞，买一片农地送 Switch 一台，买 Switch 送一片农地，然后要价差不多100万，那还有人买，干，对不对？
莫名其妙了。对，还有送 NS， 莫名其妙的。现在好多游戏玩到破了都不知道是在玩杀小钱超鸟，但是画面很好。对，没错。现在就是画面就可以演示一堆。用纸糊的，好像不太好啊。纸糊的要是拿用烧的，是吧？那是用烧的，嘿，对。对对对对对对对。对对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 对。行走，行礼，行礼，行走。哒哒哒哒。好，也重新玩一次试玩版。嘿，试完版要玩几次？别忘了。乔治喜拉拉米说：“买卡位买一送二，一排真的，一排纸。”真的。新女，我的天！我来玩谁了呢？我改成 classic 模式，变得超级简单。我应该到魔王再改，我是魔王那边打很痛苦。对，再看一次试玩版形式。干嘛提供试玩版啊？真是的。干，可是我也是玩了试玩版以后，然后就不用的了。干，很贱。对对对。不住。假的 ATB。抵抗はやめろ。嘟嘟嘟。试玩版大家玩了几遍？该不会有人玩了五六遍？我就玩一遍而已。嘟嘟嘟嘟。隙を突く。終わりだ。かき回してやる。狙う。行くぞ。完了一半就没玩。有这么难玩吗？还是因为就是怕说，怕会爆雷，所以自己就先不玩了。等到像今天发售再来体验一下，对，就会等于是已经先用掉了，像我已经先用掉了一个半小时的扣打，也要一个小时还是三十分钟忘记，干，搞不好今天进度只有打到试玩版结束，那我就要睡觉了。是哦，我没有哎，我没有闪退的问题，你真厉害。ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？知らないよ。その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。ヒヒ。勝手に仲間にするな。仕事が終わればかっこいい。ちょっと面倒くさいクラウドさん。いいっすよ、全然大丈夫ですよ。我觉得他这个黑人的样子，感觉超像蝶野正阳的 Chono， 就是那个不要笑的那个搞笑节目里面，每次都给那个叫什么名字，给他巴掌的那个摔跤手。Oh my god！ 我们热 ，Get down！ウェッジ。あ。ドゥルドゥルドゥル。
好吧，如果没有看过、没有玩过试玩版的，还是可以看一下。高い金払う。がっかりさせんじゃねえぞ。ガッチェン。噔噔噔噔噔噔噔，音乐一模一样，超帅的。OK， 好，一会长早点休息。漂亮，是呀，卡可以呢。嘟嘟嘟嘟。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬マクオールは初めてじゃねえんだろ。太帅了吧这个帅到爆炸。俺をマクオだまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってな。ガチャに未練たらありじゃねえか。中堅スタップかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかかるだろう。这配音好像跟那个那 Noctis 是同一个人，是吧？期待的克劳德。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。Noctis。ロック解除。初代洛克提斯。誰だ？閉めろ。誰だ？记得这个声优不是跟那个唱那个《鬼灭之刃》的那个女主唱结婚？哎呦！进攻模式。鬼灭之牙哭，哪里没有？还要哭？
パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。はい、やっていけ。行くぞ。後ろは任せてくれ。因为这个开宝箱，他应该用踹的一样的，他好斯文，他就用手去开它。但是用踹是这个人王跟忍者外传专用的方式，可能他斯文。ここから先は警戒がさらに厳重だ。ここから先は警戒がさらに厳重だ。手間すんなよ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタンを押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？又头痛了。之前试玩版是又头痛，没有这一幕。啊，クラウド。可以，ティファ。还是我忘了，我的打球啊，没有的事。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。はい、どこ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。医者に近いっす。てめえ。ガッテン。星の未来より5秒後の自分を心配するんだ。あんたの悲鳴なんてゾッとする。靠背啊，膀胱炉对啊，每个人都有一个膀胱。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。二人切换combo模式。千金。Hold on!
してるぜ。欧州軍は働け。山田、どいてる。気負いすぎる。しっかり狙えよ。ああ、なめんじゃねえぞ。邪魔見やがれ。一丁上がりってな。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。太快一点。その前にスクラップにしてやるさ。そうですね。怎么那么搞笑？明天当然要上班啊，干！但是新片还是直播一下。小 B 赶紧睡觉了。而且这部分玩看也不用看，如果玩过试玩版就一样。我快把试玩版玩完了。画面真的很漂亮了，骷髅跑起来是顺。有点搞笑。啊！
好了，小 P 早点休息啊，再看重播吧。最近也会定期，大概二零宝盒网管的 OK 吧、欸。其实还有很多片，我懒得补了，本来是新片都变旧片了。接接接！干搞笑！咦？有点忘记录。马库。Uzi，Uzi，BOSS大 Z。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できない。仲間になりてえなら何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。出来一点，三十分钟。哈，ビビりやがって。見てねえで何とかしろよ。
反撃だ。行くぞ行くぞ。そっちか。落ち着いていけ。おう、引き込んどけ。はあ、どうだ。あいつはまだまだいける。そうだ。今サソリにやられてたまるか。そっちはどうだ。ここだ。背後から狙う。こんなところ活躍期待している。うなえ、力を見せる。まだだ。続けていくぞ。終わらせてやる。快快点啦、啊、サソリにくれてやる。急げ、脱出だ。ベッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。
大丈夫か？うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここ行けばバレットと合流できるはず。出口はこっち。急いで。クラウド何してるの？早く来て。黙って登れ。その方が楽だ。そうか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット。先に行け、ジェシー。扉開けるのが優先だ。でも。ゴルジャー様が人だ。もっと、そっち見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐ溶かんだ。邪魔するんじゃねえ。5秒でやるぞ。そんなもんよ。あいつらと合流するぞ。早くそこから出ねば。一気に叩き込む。
せました。待ってろ。こっちだ。黙る。気にしねえな。以上就是体验版的内容，现在还正式要开始玩。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。鉄臭い、錆臭い、新鮮な空気、カモン。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。あ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度、触媒、まさか火薬。ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？
もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。干，我是走错。哦，对对对，没错。セット完了。この先も、もっともっとマコーロをぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は、星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。でリーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。八番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は。アギトに帰るな。作戦戦法だ。トントン、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。不善に人際关系。運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺は何だと思ってる。不会用啊。新开始 ，Materia Equipment， 可在武器上防具装模型时又回复。哦，所以武器可以镶石头。OK， 烈焰。OK， 魔法术就回复魔法。嗨嗨嗨嗨嗨。
了解です。倒れる前にちゃんと使ってね。じゃ、貨物車で。MP 魔法的一种。セフィロス、セフィロス、ちょっか、う、間違い、イケメンね、最高です。他只要长那么高哦 ，CP 的时间，干那干你要跨到190公分，克劳德身高设定是多少？除非克劳德很大。大切な思い出だからな。さてクラグ、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。
息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。不審者を見逃すな。こっちも手配済みか。ティファ、出ない。セフィロス、お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ、お花どうぞ。花？お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、
怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。ライスよ、マコールが爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいしてる。可是 Tifa 比较大一点。助看到。这是哈利波特的光亮。駅から離れて様子を見るか。
ットと遭遇、行かせるか。等一下，我们跑出来看。太小声了，听不到。开始。我还有等级啊，现在等级十级左右，你还是有经验值可以练的地方。战斗结束的里面，对，没有，噔噔噔噔噔噔噔，有了，有，刚刚有人喊。原来盾牌要绕背打。
就用火焰烧。啊！干麻痹！哦，干快死了！这一代不知道有没有那个非常经典的道具，什么道具？就是我期待就是那种雷管。好难搞。奖励，比赛。被暂停。战斗设定应该是四轮版的，是随机喝啊？是哦。好，逃出来居然打那么久，是这样。クラウドさん来なかったっすね。来てるよ。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない。God damn！他已经到了。ちょっと。JDRO 1982说。哇！你高必杀技快网页上翻译叫做兴奋剂，是可以提高必杀技出现啊？是哦。治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕。な、頼りになるだろ。待て。一つ聞きたいことがある。あ？見えない敵を見たことはあるか。何言ってんの。ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい。聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。車両変えるぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。習惯性一定要往后尾走，看有没有东西可以捡。又是没有。到着までに先頭車両。游戏开发最喜欢埋在镜头的后面有放个物品，已经连续三次往后走都没东西了，有点失望。这样必杀技就会很快出现。是哦。弹头说玩 RPG 的好习惯，波浪符，波浪符，哈哈。地毯式搜索，干！一定要往后面走。哎呀，你看他镜头跟主角坐得太近了呢，就变我旁边左右上下的视野变短了。对啊，我要看旁边的人，就觉得你不能镜头转太大，转太大就咻就不见了，有点不习惯。
是临场感会增加了，玩起来的感觉就会比较视角面的狭隘，这我想不要讲。但是他就是克劳德帅呀，我感觉。厳しいっすね。今引っ張ったの誰？还可以撞人呢。哎，妹妹，去撞一下。从后面撞。啊啊，好变态！哎，撞一下。啊，干！痴汉电车。Nice。哎，对。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。犯人はどうなったのかしら。クラウド、SOS。ドキドキが止まらないのよ。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした、そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない。見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。他を疑うより先に自分のアンスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。JERO198221 说有说这一代剧情会到哪里吗？期待应该就要玩到晚吧。迷惑な連中ですね。但他游戏有没有支线任务这种东西？应该是没有。アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい。適当なことを言うな。武器品。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。あ、是哦。星を。太贱了吧，干你娘嘞！还有下半段。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。NTR系列。ジョインさん很懂哦 ，NTR 很懂。君らはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに。ネトリ。何があっても変わらない日常を送ってる。ネトル。これが新列車員の戦い方だ。いい度胸な。これぞ死んだ魂。ドゥルルルル。開枪。笑吓死。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。聞きましょう。感觉这个世界他妈都可以带着武器上火车就对了，带那么大把刀，一个他妈的带这是什么左轮机枪哦，格林机枪可以上捷运，有没有？这个 motherfucker 太屌了。血压功能上的话不用安检，对，他们很 OK 的。他说啊，这些只是 cosplay 而已啦，不要在意。何度も言ったはずだ。他是 cosplay 克劳德，对。否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。間もなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、
懲罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ。あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。俺はそうやって生きてきた。自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。期待的时候，我那个时候才过什么时候啊？是去当兵的时候，当兵前，可能是我高中的时候，那时候日文还不太行，那时候不太懂剧情，没那么认真玩。游戏。看一下一点半。JERO 198221说赚钱中间又不能记11，一路转到为我记得那时候打了4个小时。看，比较变态。看，为什么觉得不知不觉已经过三章了？这游戏为什么妈的也跟2055一样6小时破台？这边也是贵上上哎，1790，2055超过1900多。那种量大都是在动画，是吧？动画做超多。ロシア！よし！全員無事帰還！作戦大成功っす！星を救う、でっかい始めの一歩だ！お前ら！傻傻蛋！捕まるぞ！あ、じゃあね、一旦待下来。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんだ。贱的。那你就是刚刚的 remake 之一之一就好了。remake 七之二这样。好烦。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティバに顔見せて安心させてやる。巴雷特眼睛也太帅气一点。俊俏。可以存档。存档也存太久了。好吧，我直播先到这里好了，因为明天还要上班，我再不来玩太晚。明天的话再看时间，我再继续来直播这个。稍微讲明一下《太空战士七》啊，重制版。其实期待的 PS1 版本我玩的并不多，所以我实在没有办法无从评价故事的部分啊。对我来讲，这些都是很新鲜的新故事。哎，第二期就对了。对，现在厂商都这样做啊。对啊，对。但整体来讲，画面的品质已经提升到对啊，现在已经是无话可说的版本了。整个动画的这种过场的完整度跟澎湃都是做的非常够。那后续的话，会偷工减料、偷懒就不知道了。应该是还 OK 的。那如果我是以前玩过七代的，早期的版本了，那回合制有回合制的一些乐趣在，那这动作性来讲，以动作游戏过关来讲，就好会被省略到很多的，怎么讲，就是打怪那种乐趣，对啊，就是那种回合制的，那感觉就是基本上拿刀，如果原本是简单模式的，就拿刀无双就可以过，那种感觉不知不觉就已经过到第三章了，很害怕说这样砍一砍会不会砍到破台，应该是会有，如果用这难度玩的话，对。对啊，但这个是游戏设计上面直接
传达给玩家的一个做法，然后就采用还是以动作取向的部分来让玩家体验。那好处就是让玩家可以更完整的可以在整个地图上面，然后就是进行战斗，会更顺畅啊，不用在那边踩到地雷这样。对，坏处就是老玩家可能会觉得就比较没有那么原汁原味这样子。对，而且整个影片看的流程过长，很怕说都是在讲话，然后打的部分很少，玩起来就会有点点的，有点可惜啊。对啊，所以实际上买了实体正式版之后，我自己给的评价目前给大概75分了，后面看再往看看。对，因为还是有一些就这样老玩家喜欢的那个 pattern 还是很介意的，或许后面就来一打就不会，也不一定。OK， 好，给大家做参考了。OK， 那今天直播到这边，感谢我们两位版主，谢谢我们的国政，还有我们的 KD， 还有我们的 Joey 赏跟 Jello 赏，还有我们弹头，还有我们的其他的收看我们的好朋友，感谢大家收看。那我们就下次直播见啦。好，跟各位说晚安，感谢大家收看，我们下次直播见，拜拜。我是卡桑妈。バイバイ、バイバイ。いいよな。なんだよ。恥ずかしいやつだ。